the right arm! ペリハル来た。ペリハル。ペリハーか。外側からはエムリーバイホワイト。クレジャーコモリ。はい。はい。ファイヤーが。あ、ダイヤさん。オーダウンの勢いでいく。来た。これ一番強いコーチ。このコーチが一番怖いんだから。初めてのチャンピオン。さあ、ゲーム3。始まってますね。DF の初動ファイト。さあ、先ほどから苦しい状態になっているドリームファイヤー、今度は返せるか。でもキルボ欲しいんで、も当たるしかないですね。さあ、あとは同じ方向からみんな突っ込んでいく。さあ、チャンス。あ、しかしカバーがある。あるので、防衛しづらい。逆にカウンター。ピーターが1枚持っていきました。逆に当てられた。カウンターうまく構えてましたね、はい。お、ロシテロックして完璧です、ドリームファイヤー。アッセイ目の逆転成功。完成すごいですね。すごいっすね。おーおーおーおお。祝報。まあちょっとここまで負けも込んでいました。ドリームファイヤー。ドリームファイヤーの挨拶ね。流れが良くなるか。マンチもまあ近い方ですね。左下。そうですね、近いんですが、まあ入るか微妙ですね。初動ファイトしたんで、まあ、左下ですねとりあえず。お願い。さあ、ジュラシック、ちょっと視野がぶつかる。外側からはエムリーバイホワイト。はい、ジャックもいい。はい、あ、止まってるんですね、よかった。はい、ちょっと見られてるか、あ、バレた。そうですね。まあ、ただ奥ゲッツですね。はい。ここのキープか。お、なんじゃここは。まあ、ホライゾンなどを積んでるチームへのこう対処がすごく求められるポジションになっています。当てろ、ベニー。がっつり下がらないとってむずいポジションです。当てて。不利っすね。あ、戦いに行く。視界的にきつそうなんで。そこっすね。ここあ、そうそう。このくぼみまで下がらないとダメですね。手前の一軒で隣にいないからワンファイトするのかどうでしょうか。入ってきたのはジェイリングス。まあ突っ込むと見せかけて使わせたみたいな。うん。まあ結構上からでこうリソースを吐かせるって結構この高台から戦術としてあるので狙った可能性ありますね。さあ、フナティック。三原さんに高いポジションから下がってきましたが、 DF がやはりこう雲をファームしてまた大回りで入ってきました。さあどうする。さあこのフェロバリケードがちょっといやらしい。そうですね、どっから出るか分かんない。うん、ケアするポイントが多すぎる。右側からの抜けを警戒しているが、正面のチームに関してはまだ抜けていない。もう、もう少し鍛えてこのフェロバリケードの突破時間。そうね、まだクラフトするか。そうしたら下がるしかないんでね。ノーセブショヌはポストキルの体力が出てる。まだクラフトするのよこのチームは。切れたんで、まあ、やばい。まだカスケードにいるのよ。味方の回復の時間を作りたい。ただキャシュラ展開してるが、邪魔だ。下から撃たれている。いや、これ 100T 後に赤いな。そうですね、エリアも狭まってしまった。アンドレッドシーブスのチャンスになります。あー、もう射線きついと思って引く。雲側から撃たれている。あー、どうする。インペリアルハル TSM だ。ペリハル来た。ペリハル。ここで苦しい位置を強要される。ペリハーか。いつも出て中心しますよね。やりよるな。ちゃんと介入してくると。やばい。キル拾いに来るんですよね、ちゃんと。さあ、いい蘇生だ。あ、しかし。やばい、殺された。かっきり取られてしまったので。1枚は起こせそうですが、この後の立て直し難しいポジション。まあ、でも敵どうだ。もう前来てますね。やばい。バックスリング落としてラスト1枚。落としていきます。さあ、ログではクレイジーラクのメイニーが落ちています。エバクのせい。メイニー、フナティックはセノーって入ってきました。さあ、アンチどうなってるか。入ってる、はい。これ22だ、22。なんならこっち側まで。いやー、まあ、バカーがデジスれないからやばそう。家側はないと思いますけどね。まあ、頑張れ。あー、落とした。ナイズ、ナイズ、ナイズ、ナイズ。ぐらいで落としたー。家はない。お、ラス暴れた。Jリングスに対してクラッチ成功ですから、スナイス。3キルキルリーダー。Jリングスに詰めに行ったんでしょうね。しかも起こせる。ポイント的にも厳しいんでね、うん、やるしかない。あ、シュンミマジ頑張れ頑張れ頑張れ。いいロゴを見せているパルブレックスは。ここで加点できればまたこれも、はい、ウィナーズも全然チャンスある。よし、これで波に乗ったらでかいんだけど。さあ、ノーセプション、ノーセプ
IMC ガードさんちょっと距離遠いんじゃない？大丈夫かな？見えるだいぶ苦しい。落ちで効果の人またペリハルがキルしてる。まあ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 、まあ、さあ現状は1位さペリハルがファイヤーも他のチームキルしてるね。いや逆に落としている。やばい、レジさんが抜かれた。近づけさせてしまった。やめてー。ちょっと弾きたかったけども。そうですね、バンガルドは強すぎるんですよね。下がるしかないから制圧力がかなり高い、はい。さあこれはディンズで押すだけ。削ってますね。ラスト1枚。そっちかー。オリーブファイヤーがダイヤさん、ノーダウンの勢いでいく。うわー、サイド残ってる。さあ、写真も肉。太郎さん。HP はきついですね。太郎さん。太郎さん。さあ、もう一度の全滅。ドリームファイヤーが。あんなにずっとクラウトする時間の方が長いんじゃないか。視点にもう落としましたね。カタリスだとで切れそうですね、いろいろと。まあでもちょっと厳しいっちゃ厳しい。ね、どっちかは当たんなきゃいけない。何してんのや。なぜなぜ。なぜなぜ。さあ移動までは40秒。さあ現状は3位の TSM、 2位にはフナティック、1位には先ほど落ちたノーセプション。まあノーセプとしてはウィナーズの確定ラインというところまでもう少しだったんですが、まだ伸びきりませんでした。ノーセプション、フナティックは確定ラインです。さあ DF 入ってきたがワンダウン。メルトステラが落としました。まあしかしこれはどう左遷統制ない、うん、はい、起こせますね。さあただ混雑しすぎて、そうですね、まあ一回同居とか、どう？おお、サイドブラックハンド、ごめんめっちゃでっかい声出しちゃった。車線通していた、ウギーが落とします。さあ車線通す。さらに後ろから TSM、TSM が来た。が一人なっちゃった。来ますね、出張しに。ルイエー、ごめんけど。ちゃんと取りに行きますね。さあこっちのアンチをそもそも選択している。さあ裏回り。TSM はその後ろをつけに行く。ブラックハンドのファイターに対してメリハルだよ。ただ TSM コナティックがやってるよ。いいよ、いいとこ取ってますね、はい、勝手にやり合ってね。これ漁夫ってもいいし、コナティックが2ダウン取ってますね。これマジな、金スコ持ってペリハルが入ってくるわ。これマジマジマジ、カタリスナイスだ。なんどこのチームや。ただ外にいたのはウミちゃんだし、ウミちゃん一枚弾を取っている。え、ペリハルがかっきりしてくる。さあただライターもがない。あーかっきりしてた。やばい、 I need ライターも。はい、不思議まずい。 I need ライターも。さあ当たりたい。これでリピーターの弾どんぐらいなんだっていう。ライターもがね、 CR の落ちた。まあ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 全然ありますね。バルブも落ちた。やばい、ライターもない。やばい、味方誰も持ってないですね。フナティックしかない。おい、あるか。あー落ちた。やばい、フナティック落ちた。でも当たる。うますぎる。弾がなくても大丈夫。さあ拾った。やった。120発あります。これは嬉しい。これはハルモニック。ペリハルチャンピオン取りに来てるわ。これ。ライターもまた来る。シブハルとペリハル。味方ないね。味方がライターもの方のハルな。サンチは目の前。さあやりきりが、まあ、ホライゾンなので一発は勝負しますね。そうですね、はい、ピーターマジかよ。あ、前が1枚スキャンできるかみたいに言ってる。あ、気づいてますね。残りは6個体の16。さあ TSM、 インナーペディアガルはキル数でもトップを狙えるようなそんなスペースに、はい、さあラウンド5の縮小。さあアークスター合わせるんじゃないか。はい、そうですね、合わせそうですね。ダサも英語わかる？全然わかんない。 I don't know って感じ。 I don't understand this word。 What's the me？ 上キープですね。上キープで後ろカット、いいですね。頭いい。マジでマジで体力ねえんだけど。確かにもうマジ無理、マジ無理だって。いち早く取ったこの位置、この判断の速さが勝利につながるか。大体その収縮始まるぐらいで取るっていう、相手が移動しなきゃいけない。おお、一回打った。ブラックハンド取り切りました。 TSM タイミング完璧すぎる。さあキル数は相当伸びています。さあファイアビーバーズ、これ上から撃たれて耐えてますね。辛そう。うわ、3部隊だったもん。3部隊ですね。これは TSM が圧倒的有利。
これ DSM 放り投げてキープしている。勝ちそうやね。状況圧倒的有利。タスクマスター落としたバハルト。さあただ突っ込まないと、そうですね、起こされちゃうんで行くしかない、うん、まあまあ2位でもいいやって感じか。あっもらった。さあ TSM、 まあ私全然取られちゃうじゃん。引け取って2位でもいい。そうですね、うん、さあ、うまいうまい。ラスト1枚。さあここはアーマーサップ間に合うか。いやペリフェルダー苦しいか。おー落とした。えっ、 X セット1枚落としてるぞ TSM。 感動かってバーストを落としている。さあ 1HP だが前に行く TSM。 初のチャンピオンが見るが、サイクスが立ち上がる。目の前右の車線がかなり苦しい。スパイクしかない。落としている。サイクス落とした。ゆっくりして。バーストシール使って回復。落ちて TSM ついに来ました。 TSM 全大会の王者。これ一番強いコーチ、このコーチが一番怖いんだから。初めてのチャンピオン獲得となりました。すごい。最後不利な状況、素晴らしいワークから決めました。ヘムロックで、はい、バチバチにやっちゃってたよね。そのポジション取ったタイミングは完璧すぎる。あれ早く入りすぎたらもちろん後ろから撃たれますし、撃つ時間あるから、うん、打つ時間なくて移動しなきゃいけないタイミングで取りに行く。完璧ですね。その後は個人のパフォーマンスが重なり合って、はい、Xセットを下した。すごいな。そうですね。ちょっと怖かった。おお、キル数めちゃめちゃ取ってますね。16キル194点200点近い位置でアライアンスが1位でした。さあ TSM マッチ3単体のリザルトは28ポイント。